どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、バレンタインイデアル使っていこうと思います。このキャラですね、バインド封印スキチャ、4色攻撃3つ、指延長2つ、スキブプラス、超学生4色攻撃強化持ってます。はい。で、もともとバレイデって7強だったんですよ、7強。弱すぎ。今回、強化で全部4色攻撃に変わりまして、3.5 の4乗で倍率が150倍になりました。これもともと2の4乗だったんで、これ16倍とかね、そのレベルだったんだけど、3.5 の4乗になったところで、倍率がまあ大体ね、大体100倍分ぐらい上がってます。はい。で、まあ普通にね、超重力だとさすがにね、カンスト狙うのは結構厳しいんだけど、多次元とかね、だから裏多次元とかっていう通常ダンジョンにおいては、普通に軽く乾燥してくれるのね。で、スキルも12ターンで3ターン回復3倍、キス内閣性無効、全回復6回上6食事ね。これ12ターンなんで、まあ普通に強いですし、で、リーダースキルも落ち込んだし、ドラゴンバランス戦パラ2倍、4色同時ダメージ半減、攻撃12倍、2コンボ加算と倍率上がっております。まあ今日はね、元最強多色リーダーであったイデアルですね、の強化されたバージョン使っていこうと思います。まあ軽く上がってかなり強くなったと思うんで、実際に使っていきましょう。アテン入れる必要なくなりました。編成こんな感じです。はい、ついにメルティが入るようになりましたね。イデアル4色攻撃データチェン体制にリフラッシャー継承、そしてメルティお邪魔目覚め体制にバレンタインアストリア武器継承です。もうこれはね、ほんと最強武器なんで結構頻度高く出てくると思います。はい、ラフィーネ、無効管にハロウィンバステット武器継承です。はい、でこちらも強化されたアキデになります。バインドスキビオンスキルチャージ、ガドブレ4色攻撃10強10強 2A プラス超学生4色攻撃です。これもね、倍率10強10強だったことでかなり上がってまして、25×3.5 の2乗なんで、306倍倍率が出るようになっております。で、まあもちろんスキルチャージもついていて、18ターンで3ターンダブル吸収無効に6回16食人なんで、これ普通にね、優勝になってます。スキチャプラスだからね、6ターンで溜まって、3ターンで打てるスキル、3ターン分継続するスキルになってますので、サブとしてかなり強くなってます。なんなら秋音はね、結構多色パーティーのサブでガンガン入ってくるんじゃないかなって予想してます。結構期待できるキャラ。で、第5色攻撃強化に、待って、なんで上限解放がついてるんだ？これ上限解放じゃないですね。絶対に無効感染剤ですね。で、玉だら武器継承で、ラストイデアルです。4色攻撃無効感染剤に、月読み武器継承って感じになってます。今日はこちらのイデアル編成を使ってね、リダフレイデアルに秋年運用で使っていこうと思います。はい。まあ、普通にね、多色パーティーとして、イデアル評価かなり上がりましたし、結構4色攻撃になっただけで、イデアルの火力が出やすくなったんで、サブもね、メルティ入ったりとかして、多色っぽい感じになるようになったんですよね。今日はこちらのイデアル編成を使って、裏多次元で遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、ということで1回戦からやっていきましょう。なんと、テイク2です。一発クリアしまして、その後に気づいたんですけど、録画ボタン押してなかった。泣いた。1階層からやっていきましょう。ラフィーネ打ちます。玉だら武器打ちます。スキルチャージ発動しつつ削っていきます。何がムカつくって、この編成結構さ、そんな高速クリアできる編成じゃないからさ、20分ぐらい最低でもかかるのね。ねえ、とりあえず1階層スキチャで耐久していきましょう。カット。本当は4ターンぐらい耐久したかったんだけど、編成が強すぎてなんか削り切っちゃってるんで、まあこのまま殴っていきましょうか。はい、これで突破していきます。本当はね、4ターンから5ターンぐらい耐久してから突破です。はい。で、2階層です。イデアル打ってあげて殴っていきます。まあ別に耐久できないわけじゃないから、そんな焦ることじゃないけど。はい、イデアル打ちます。OK、これで倒していきます。さあ続きまして3階層です。3階層はダイナ武器打ってあげてから闇イデアル発動していきます。イデアルケーションダイナ武器打ちましょう。闇イデアル溜まり次第発動します。溜まり次第メルティループも開始です。で、ここからラフィーネメルティ打って倒していきます。そういうエンハ倍率公開してなかったな。とりあえず一旦倒しましょう。4色組んであげればリーダースキル発動できるんで、4色組んであげて突破していきます。オッケー。でね、イデアルは4色攻撃強化覚醒に変わったことで、メルティが普通に入るようになったんですよ。で、これめっちゃでかくて、今までって木のアテンとか入れてたので、はっきり言ってもう弱いに決まってんじゃん、そんな。で、これが、メルティになったことで、4.4 倍エンハンスですよ。4.4 倍。やばくない ?4.4 倍エンハンスがループスルーになってるんですね。火力めっちゃ上がったの。超強くなった。
もう意味ねえなと思ってやめました。はい、で5階層です。5階層はダメージ無効貫通でワンパンしていきます。ラフィーネ打って突破していきましょう。はい、ラフィーネ打ちます。必ずスキル発動して殴っていきます。ちゃんと道中ね、意識してスキルチャージ発動しておくとちゃんとアイミディアルがたまるはずなんで、まずここはしっかりと6色消し組んでワンパンです。11コンボで、メルティンハス入れるとイデアルの火力もね、こんな感じで32億32億とかなり安定してくれます。で、これで突破で、そうすると6階層で闇である打てますので、闇である打ってあげて覚醒無効回復、そして指延長していきます。覚醒無効回復、指延長でポルス、そしてラ、どちらとも対応可能です。そうだから闇であるのスキルはやっぱ結局めちゃめちゃ強いんだよね。はい、でまあここはしっかりと盤面9コンボ組んであげてワンパンしていきましょう。火力は楽勝で足ります。はい、もうほんとこの遠征めちゃめちゃ強いので、はい、これで楽々ワンパンです。まあ、強いて言うならアキネが10コンボ強化だから、10コンボ強化入れないと火力低いよねぐらいの感じかな。あとはもう基本火力高いです。7回そう、ここは一旦ね6色組まずに殴っていきます。調整はめっちゃ簡単なんで、この編成落ち込なしだからね。はい、キドロップ外しましょう。こんな感じで、えはい、11コンボです。これで削っていきます。うん、いいね。で、2パンしていきましょう。まあ、間違ってもね、あの4色攻撃ミスるとかっていうミスはねしないでくださいね。結構イデアルやりがちなんだけど、こう6色組んじゃ、はい、でここも2パンしていきましょう。で、9階層です。でもこいつはまあ普通にメルティ溜まってから突破するか2パンするって感じになります。今回は2パンしましょう。さあ、10階層です。で、アスタロトに関しても普通に殴っていき突破すれば OK なんで、まず削っていきましょう。メルティラフィーネ打ってあげて削りです。ルーレット組まなきゃダメなのがちょっとめんどくさいくらいかな、この編成は。そう、やっぱ結構ねルーレットパズル、あの単純にさ俺嫌いなんだよね。あのラフィーネが強い弱いじゃなくてルーレットパズルが嫌いだから。あの僕最強サブランキングでもラフィーネ順位ちょっと落としたと思うんだけど、まあ、こいつ普通に強くないと思ってた俺は。結局毎回そんなパズル組む時点で編成として価値低いなと思ってるんで、根本的にルーレットパズルする時点で僕は大嫌いなんですよね、本当に。そう、やばい、ちょっとふざけてるとマジでやばいからやめよう。ふざけすぎてね、これでミスったやばいから。いや本当にさ、ルーレットパズル上手い人下手な人っているじゃん。俺はもう本当に苦手なのね。だからラフィーネだろうと無理。そうだから、そこがねちょっとね、この編成のね難しいところではあるよね。ルーレットパズルが難しいっていう。で、これ空き根溜まってないんで1段だけ耐久します。スキチャ発動していきましょう。うわ、本当はダイナ打ちたいけどさすがにやばい。それはこれでスキチャ発動して1ターン耐久で、からのアキネ打って2パンしていきます。はい、アキネ打ちましょう。まあ、一応次のターンに合わせてあのあれができるとめっちゃ強いです。ラフィーネを合わせておけるとめっちゃ強い。そう、次のターンでさ指現象を食らう可能性があるのよ、ベリアルが来たらね。もしそこにラフィーネを合わせるようにしておくと、ベリアルの指現象ラフィーネ1枚で対策できるからとても強くなります。まあ、とりあえずここは突破していきましょう。若干エンハンスアローと普通に倒せます。12回そう、あ、こっちは関係ないから大丈夫。アモンは月読み武器打ってあげてまず軽く削ります。はい、もう軽く削れればいいんで、まさにこんな感じ。はい、メルティエンハンス外して殴ってあげてれば勝手に軽く削れるので、
まず一旦これで軽く削っていきましょう。いいね。あ、いや関係ないわ。ごめんごめん、全然関係ない。メルティンアンス打ちましょう。はい、メルティンアンス打ってあげて、ラフィーネも打ってあげて、スーパーンして、いや打って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 、全然打っていい、全然打っていい、ラフィーネ全然打っていいです。今のアーはもう本当に気にしないでください。あの俺浦田資源久々すぎてダンジョンデータ何も分かってねえよマジで。はい、でここは10コンボ組んで2パンしていきます。はい、これもアシスト無効だろうとイデアルアキネの力で突破していきます。ナイス。さあ続きまして13階層、ここは台使って半分まで持っていきます。ちょっとあれだな、パズル難しいな、やめてよこういう盤面。指長いからね、落ち着いていくよ。うい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 、これでどう、盤面10コンボ含んだ全力攻撃、大の激減しっかり入れてあげて、これで削っていきます。 OK で、まあ、両方同時に削れればなおよし、まあ、片方ずつでも別によし。はい、でここも突破していきます。はい、14階層、ここはメルティ打ってあげて殴っていけば OK です。まあ、なんならメルティまだ打つ必要もないか。じゃあ平積みしていきます。あ、盤面微妙だな、こうか。これでしっかり HP 回復しながらの盤面11コンボで、まずは半分まで持っていきます。でこいつはダメージ無効してくるだけなんで、しっかり11コンボ組みながら突破してあげれば大丈夫です。イデアル溜まっちゃうな、まあ、次の回数いけばいいか。ちょっと待って、これさ回復ないんだよ、やばくない？今気づいた、回復前のに毒消してたらやばいだろこれ。こうでしょね、これでしっかり回復入れてあげて盤面10コンボ、10コンボ？これ絶対取り直しだったわこの動画。もうテイク2の俺は強いぞ、取り直しなんて概念ねえからな。今日のこの浦田次元の撮影時間1時間半ぐらいいってるからね今、勘弁してくれ。はい、これで6色消し含んであげた10コンボです。このまま2パンしていきましょう、突破。さあ続きましてボス、あ、台の空打ち忘れてる、台空打ちしとこう、台の空打ち忘れずにしといてください。まあまあまあ15階層でできればしてほしいんだけど、まあ16でしてもそんなに問題はないです。ただ忘れずに空打ちすることだけは意識しといてください。てか、アキネ空打ちしといてね、これも。で、ラフィーネメルティ打ちます。空打ち大事。これで、盤面10コンボ組んで、殴っていきます。OK。からの、全力コンボです。まあ、2パンしちゃいましょう。多分2パンできると思うんだよな、この編成だったら。わかんねえけど。これで、盤面9コンボ組んであげて、一旦とりあえずね、コンボ吸収回避しながら無効感で殴り、なんなら倒してくれると思ってるんだけど、ナイス、強い。だってあれでしょ、リーダーのイデアルとメルティ以外は全員無効感だもんね。それは倒せるよな。はい、で続きましてボス2段階目です。闇は L 字組んであげて、まずロック解除していきます。はい、でかつ台使ってあげて半分まで削っていきましょう。そう、あのリダチェン体制とお邪魔目覚め体制積んであるので、どんだけ頑張っても多分半分までは削りきれないよね。だからオッケーオッケー、こんな感じで削ってあげてから台打って半分まで持っていきます。でもここはもう絶対に見せらずに6色消しを組んでいきます。これで絶対に見せらないように6色組んであげて
11コンボで倒していきます。半分まで激減スキル発動してるんでドーンです。ドーン、はい、でからのイデアル打ってあげて覚醒無効回復で、まあ、ここからもひたすら殴り続けるだけですね。ここからイデアルアキルに全てを任せて殴っていきましょう。でも普通にさ、これアキネイデアルさ全然強くなってるよな。もともとが正直弱すぎたじゃん。7コンボ強化ついてるとかいうふざけたサブだったしさ、アキネも火力そんでなかったじゃんね。けど今回の強化で普通に火力も出るし、なんなら全然使いやすくなっててめっちゃ優秀になったかなと思います。はい、なのでもしねイデアル持ってる人とかはね、普通にイデアル使ってあげたら、あれ思ったより強くねみたいな感じで使えると思うんで、よかったらチェックしてみてほしい。普通に元のイデアルのね、最強環境時代あったじゃないですか。あそこら辺の強さは今現状の環境だと思ってはないんですけど、まあ、それでも十分ね、多色パーティーとしてだったら全然トップクラスに活躍してくれる性能してると思うので、まあ、ぜひね、浦田事件とか現在攻略したい人は使ってみてください。ということで今回は強化されたイデアルとアキネを組み合わせた多色編成で浦田事件を破壊する動画でした。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。